こたびの遠征には東堂高虎が来ているな。何やら義継と親しげに話していたが。高虎は徳川陣営を代表して遠征に参加している。義継と話していても何も問題はないと思うが。清正、あの高虎というのはかなりの切れ者だ。味方となれば頼もしいが、敵とならば。まだ徳川を目の敵にしているのか。今は俺たちの味方だ。そんな態度は慎めよ。失礼した。俺はお前ほど徳川びいきではないのでな。お前、そんな言い方はないだろうが。勝手にしろ。どうした、また清正とやり合ったのか。そんなつもりはなかった。俺はただ。前にも言ったが、お前は時に傲慢に見える。このままの状態が続けばお前は友を失うだろう。義継、俺はどうすればいい。俺は友を失いたくはない。そういうことを本人の前で素直に言えばいい。だがお前は言えぬのだろうな、最後まで。